日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ホームスーパーで買ったブラウニークッキーとトリュフクリームサンドクラッカーというなんか高級そうな響きがある商品を食べたいと思います。トリュフのクリームだったらお菓子ではないですよね。まあブラウニークッキーはどう考えてもスイーツです。トリュフのクリーム、なんだろう、パーティーの前菜に出てくるクラッカーみたいなイメージで作られてるのかな。一体どんなものなのか、ちょっと中身見てみますね。はい、中はこのようによくあるサンドのようにクリームサンドにも見えますが、かなりべったりくっついてて引き離すのは無理なので、もうこのままいただきますね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。トリュフの味はいかがかしら。美味しい、それともこれはなんて言ったらいいんだろうな、決してまずくはないんですけど、だからといって特別おおというような味でもない。なんだろう、ある意味難しいな、こういうのが一番と思う味ですね。なんだろうな、うわー、はっきり言いにくい。まあかなり好みが分かれそうな味ではあると思います。なんだろうな、それ以外なんて言ったらいいのか、ほんと難しい。まあとりあえず詳細の説明はこの後行いますので、動画はそのままで。ごちそうさまでした。最初に食べたトリュフクリームサンドクラッカーはかなり癖が強い強烈な香りが噛んだ瞬間に広がっていました。なんだろうな、ニンニクのようにも思えますし、なんだろうな、なんとも言い難い味。まあ、そもそも本物のトリュフがこんな味なのかどうか定かではないのですが、うわー、これは好みが分かれそうだな。自分は、まずくはないんですけど、2回目があるかって言われたらないかなという思い味でした。で、一方のこちらのブラウニークッキーは、ココアのほろ苦さ、甘さと中に入っているコリコリのチョコチップがよく合っていて、とっても美味しかった。チップも結構固めで噛み応えがあるのも良かったですね。カントリーマームをもうちょっと外側をザクザクに固くしたような、そんなクッキーです。というわけで今回はこちらのブラウニークッキーを代表として5点とさせていただきますね。七福神参り、国を守るぞその頃その土地と国を守らなきゃ土地も守れませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。